するかな。まあいいや。2020年12月4日14時半になりました。第3回こもちゃん TV 迷いと青い芝の回とコンパとスタートします。皆さんこんにちは。第3回目のこもちゃん TV が始まりました。今回初めての方もいるかもしれないので、今日は手話で私の自己紹介をさせていただきます。私の名前は原香織、原香織と申します。今日はご参加くださいましてありがとうございます。あ、ちょっとけ、はい、うまくいったかな。ちょっとごめん、今やってる。はい、すいません。はい、11月の20日からですね、スタートしましたこもちゃん TV ですが、今日第3回目になりまして、今日は12月になったので、今日はね、私もクリスマスバージョンで参加させていただいています。はい、でですね、このこもちゃん TV なんですけれども、皆さんとざっくばらにお話ししようということで番組始まったんですけれども、まずですね、最初の1時間ぐらいはこもちゃんと私が対談形式でお話を進めていく、そして最後ですね、3時35分ぐらいから20分ぐらい、皆様参加してくださってる皆様 のお声などもお聞きしたいなと思って、質問のコーナーを持たせていただいております。はい、ではですね、今日も元気に登場していただきましょう。株式会社土屋最高文化責任者の小本聡さん、通称こもちゃんですね。じゃあ呼んでみますよ。こもちゃん。はい、こもちゃんこそ。出てきた。はい、ありがとうございます。こもちゃん、サトシです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こもちゃん、今日ももしかしたら初めての方いるかもしれないので、あ、ちょっと、はい、ね、少し自己紹介お願いしていいですか。私は小本聡と申します。先ほど香織さんからご紹介があったように、株式会社土屋という、介護専門会社ですね。そこで最高文化責任者なんていう、ものすごく大げさな名前の役をいただいております。もともとは、翻訳業をやっていて、翻訳業では38年間やってたんですね。で、途中から、いろいろ、介護職になりたいっていう人々の、講座で、障害当事者のからの目線からの、話をするっていうオファーをいただいて、それが2016年のことです。それから4年ちょっと経って、その会社と別れました。それで今の会社に誘われて入りました。じゃあ大活躍ですよね、今のね、会社でもね。でね、このこもちゃん TV っていうのも始まって、ね、この活躍の場がまたさらに広がったと思いますね。そうね、うん、楽しんでいきましょうね。はい、はい、ありがとうございます、自己紹介。ではですね、
くもちゃん TV、まあ、第1回第2回とこの続けてきて、まあ、今回が第3回っていうことなんですけれども、まあ、先々週第1回のですね、くもちゃん TV ではくもちゃんが、まあ、お母さんのお腹から2ヶ月早く生まれてきて、まあ、その時にちょっと酸素不足の状態で生まれてしまったことで脳性麻痺という状態になってしまったということ、そして、まあ、そこから、まあねまあ、運命の分かれ道じゃないけど旧ソ連の、モスクワでの生活が始まって、旧ソ連身体障害児の収容施設のを出るその10歳までの間っていうところをですね、第1回目にいろいろお話ししていただきました。で、第2回の放送では2回目にそのコモちゃんがモスクワに滞在した中学生終わって高校生の時期のお話をですね、いろいろしていただきまして、まあなんだろう、そのお勉強はすごいできるんだけどやんちゃだったり、まあ、ちょい悪な感じのコモちゃんのお話とかいろいろ聞かせていただいて、私も楽しませていただきました。はい。で、まあね、この回でちょっと第3回で、まあ、1,2 回のことをいっぱい話すと、ね、長くなっちゃうので、まあ、内容しっかり見たい方はぜひ土屋株式会社土屋 の YouTube チャンネルとか、あとはミラクルテレビのですね、配信済み動画のところからこもちゃん TV の第1回2回も見ることができるので、そちらの方もチェックしてみてください、ね、せっかくなので見ないと損なので、ぜひよろしくお願いします。お願いしますはい、ではですね、今日はまたこもちゃんの青春時代、まあ、後半みたいな感じのところを話していきたいなと思ってるんですけれども、今日の お題ですね、迷いと青い芝の会とコンパと、うん、うん、なんかどんな内容だろうってね、不思議な題名ですけれども、不思議な題名ですね。ね、まあでも種明かし絶対単純なんです。はい、じゃあですね、入っていきたいと思いますよ。と、はい、と。コモちゃんが高校3年生の時に、まあ、モスクワでの高校時代を向こうで、はい、終えて、まあ、日本に帰ってくることになったんですよね。で、その、あ、ちょっと待って、今これ、あれ、私がカワモンの共有を切ることができない。ありがとうございます。ごめんなさい。はーい。よいしょ。どん。え？大きくならないの。ごめんなさいね。なんか共有がうまく出てくれない。あれれれれれ。はい。で、コモちゃんは、モスクワでの高校時代を終えて日本に帰ってくるまでの間に、はい、ちょっと時間があったんですよね。少し向こうで過ごす時間があったっていう話をお聞きしたんですけれども、どんな過ごし方を向こうでしてたのかなっていうところをちょっとお話しいただけたらなって思ってるんですけど。わかりました。はい、その前にごめんなさい、うちの猫がですねカメラの真ん前の前にね、もう私を一番に映してよっていうところでね、出てきちゃう。かわいいからね。私かわいいでしょって出てきちゃう。はい。向こうの学校が6月に終わるんですよね。はいはいはい。で、私が日本に帰ってくる予定だったのが9月だったのに、ね、うん、それで3ヶ月くらいですね、時間が空いたんですよ。で、その時に、まあ、日本で大学に行ってた兄が、はい、
まあ、息子にそこってきまして、うんうん、でじゃあ一緒に旅行行きましょうか、うん、であちこち回ったんです。まああちこちって言ってもあまり時間がないから3ヶ月とっても、うんうん、北欧4カ国と、はいはい、あとポーランド、あと当時はドイツが東と西に分かれてましたから、うんうん、東ドイツと西ドイツに、うん、を旅行してきましたね。やっぱりそのあれですか、ドイツなんかその東と西でやっぱり全然雰囲気違いました。全然違ってましたね。そうなんだ。やっぱりじゃあそのねベルリンの壁っていうのを超えるだけで、うん、ね、生活とか雰囲気まで全く違ったんですね。ベルリンの壁の、うん、東側はですね、うん、なんていうか本当に色が灰色なんですよね。いやそうなんだ、うん、あちこちにソ連軍の兵士が立ってて、うん、これでも西ベルリンに渡るにはなんか日本の東京なの山手線みたいな電車が走ってるんですよ。うん、高架の上を走ってて、はいはいはい、でその電車が東と西をつなぐ唯一の乗り物なんですね。でただ東から西に行く電車っていうのは1時間1本ぐらいしか走ってなくて、うん、で東から渡るにはまずチャーリーポイントって言ったかな、うんうん、そういう決まった場所があって、はいはい、そこ行ってパスポート見せて西側に行きたいって言うと警備の生産者が出てきて、エレベーターでずっと地下に下ろしてくれるんですね。やっぱりパスポートが必要なんですね。必要なんですよ。そっか。で、そこでパスポートチェックされて、うん、持ち物チェックされて、何もなかったら、じゃあ今度は西側のプラットフォームにポッと上がれるんです。はい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 。そしたら全く世界が違うんです。ものすごくきらびやかなんです。そうなんですね。面白いな。そんなね、一つの国なのに、そうなんです。ね、壁を隔てただけでね、そんなに違うんですね。ドイツと、あとその北欧4国と、あとどこって言いましたっけ？ポーランド。ポーランドか、ポーランド。じゃああれですね、お友達、この間お話しくださったその外国人居住地にいたお友達、そのポーランドあたりから来た子もちょうどそいつが、うん、ポーランドに帰ってたんで。そうなんですね。じゃあ会いに行けたんですね。てかそいつの家に泊まりました、うん、あ、そうなんだ、そうなんだ。そっかそっか。じゃあお兄ちゃんも一緒に。そうです。なんかすごいあれですね、このサングラス姿がね、なんか時代を物語ってるというか、なんか刑事ドラマみたいな感じですか。そうよね。ね、いや兄の方はね、なんか服装にこだわっててね、なんかかっこいいですよね。兄の方はなんかものすごい大きなトランクを抱えていったんですよ。うん、僕の荷物は首から下げて袋1個だけですから。すごい。それはそれですごいですね。うん、でお兄ちゃんは何、お洋服がいっぱい入ってたってことですか。洋服いっぱい入ってます。
おしゃれさんなんだ。まあ、そうですね。絶対だってこれ多分あのサングラス取ってもあのコモちゃんのお兄ちゃんだったら絶対かっこいいですよねこれ。いや。サングラス取ったとこ見てみたかったな。いや今日だからやっぱりあのかっこいいとは認めたくないな。俺の方がいいって。いや兄弟って大体そう思ってる。まあそうそうですよね。なんとなくそのライバル関係というかね。うん、じゃあこんなそのヨーロッパ巡りをして日本に帰ってきました。はい。はい、日本に帰ってきたコモちゃん嬉しそうですね。これはどれぐらいこうあ日本に帰ってきて日本での高校3年生ということはどうしてそういうこと。向こうでね、あの高校一応卒業したことになってたんですけど、うん、日本でその卒業証書を認めないって言われたんですね。ああ、向こうでの卒業証書。向こうは小中高合わせて11年なんですよ。はい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 。で、日本は12年なんですね。あ、そういうことか。1年足りないじゃないかっていうこと。1年足りないじゃないかってことになって。うん、そういうことか。文部省に、もう、掛け合ったんですけど、うん、ダメで、あ、じゃあ、僕がモスクワ行く前に入ってた、うん、そこ、うん、あの、受験、高校受験して、あの、入学が決まった高校ってことですよね。で、ここに親が、まあ、4年間の間、3年ちょっとの間ですね。うん。あの、お金が3分の1だったかな。うん。年間の3分の1払うと、あの、席だけは置いといてくれる。はいはいはい。だから、シュッと、その高校に戻れたわけですけど、うん、あ、そうなんですね。でもその時にちょっとこれもう迷いの話になっちゃうんですけど、うん、あの日本の高校行くとみんな年下になっちゃうわけです。あ、まあそうそう、そういうことになるんですね。そうするとまあ学校側としても年上が入ってくるとあんまり意図しなかったですね。うん、で僕としてもまあ自分よりも 2年下の学年と一緒になっちゃうとなんかちょっと納得できなくて。うん、でまあ迷ってその時に大体大検定試験があるぞ。はいはいはい、大学受けるための、うん、あれをまあ受けようかなと思ってたんですけど、うん、まあ考えてみれば大検受けるのもやっぱり準備が必要だから、うん、まあ同じぐらいかかっちゃうんですね。うん、そっかそっか。そしたら学校行った方が楽じゃねえかと思って、うん、で学校行った。なんか、ね、楽しそうな顔してますけどね、この。まあ、あの、同級生は非常に、あの、良かったんですよね。良かったですね。そして、途中で、じゃあ、入学するような形になったけど、だったけど、とあの周りの子たちでも、すごい、じゃあ、歓迎してくれて。そうですね。で、この時に、僕の出席番号の一番前のやつがあの暴走族の頭だったんですよ。また暴走族出てきましたね。また悪いのが出てきました。悪いの。私ちょっと不良に好かれるみたいな。できてるんだ。でもね、それでね、モスクワの時は、あのね、その不良たちのおかげで助かったようなとこも ね、あったりしたから、悪い思いはないですもんね。ないんですよ。うん。だから、不良でよく補導されたりすると、
怒られたりしてたんだけど、うん、僕とは本当になんていうの、うん、まともに話をしてくれたんです。そっかそっか。まあちょっとあの裏取引、うん、そういうのがありましたけどね。裏取引？はい。どんな裏取引があったんですか？あの出席番号が並んでるから、あの、うん、試験の時は必ずそいつが僕の後ろに来るわけですよ。うん、そうすると僕はもう先に動画の控えちゃって、またそのパターンちょっと横にこうずらしてやると、うん、そいつらは見えるからね。全部映しちゃうと映したのが分かるから、確かに確かに適当に間違いながら映して、うん、じゃあ不良は不良で工夫しながら映してたわけですね。そうなんですそうなんだ、面白いですね。でバイクを盗んできたのを学校の敷地内に隠しておいて、なんか尾崎豊みたいな感じです、ね、そうなんです。で僕にだけはこれ見せてやるなんか共犯になっちゃうじゃないですか、それじゃ大丈夫。これ俺も一緒になっちゃうなってたんですけど、なっちゃうなって思いながらちょっと楽しんでるコモちゃんがいたりして、コモちゃんも乗り物好きそうですね。僕もバイクとかね、車とか好きだったから。そっか。結構後々まで好きがありましたね。面白いですね。で、日本の高校時代は、あ、そうだ、日本の高校時代の時に、その、障害者団体に出会ったっていうような、そうですね、はい、お話も聞いたんですけど、その辺ちょっとお話しいただいてもいい？まあね、正確に言えば僕が中学の時、あのまだ養護学校に行った時に、一回その青い島の会っていう、うん、あの障害者団体の人と会ったことがあるんですね。それは例の障害を持った子供をお母さんが自分の手で殺しちゃったっていうのがすぐ後だった、うんうん、それでまあ養護学校の中でもやっぱりそういうことにすごく敏感な先生がいて、うん、で僕をじゃあ先生ってやるから行ったら会ってみなって連れてってくれたことがあったんですね。でそれからずっとあの僕は覚えてたんだけど、まあなかなか家から出る対象なくて、弁護士から行って帰ってきて、その高校に入ったら、その高校ってあの上に大学がついてたんですよ。そうなんですね。付属だったんですね。付属高校だったんですね。うん、ところがその大学が僕の入学を認めないって言い出したんですね。なぜかというと、まあ、体育ができないじゃないかって言い出したんですよ。体育ができなくたって別に大学行けますよね。体育全くできない人でも大学行ってるのね。うん、ただあのそれは多分言い訳だったと思うんですね、うん、なんかそんな感じですね。ただ昔あのこの大学に障害者が入って、うん、その障害者を中心にして学生運動が盛んになっちゃったっていう話がある、うん、それからは障害者っていうのをあんまり受け入れなくなった、そういうことがあったんですよね。そうなんですね。そういう経緯があったの、うん、で僕としてはせっかくそうやってエレベーター式で大学に入れるかなと思ってたのに、うん、
突然はしごを外された感じで、そしたら忘れもしないんですけど、諏訪崎先生っていう人がいて、この人はね、一緒に諏訪崎東村の名家なんかだったんですね。で、その諏訪崎東村の名の人の旦那さんが農村の子です。それで、その人と通じて、青い諏訪の会の人に出してくれたんですよ。で、その人の名前が、二日市ラッシュさんという人です。はいはいはい。世田谷のね、キレタってところにすごく、いいお家とかね、一軒家なんだけど、平屋建てだったんですね。へぇ。ちょっと、居心地のいいお家でした。居心地のいいお家、気に入っちゃったんですね。一回、僕は招かれて行って、でそこで朝、9時ごろ行ったにもかかわらず、帰ったのは夜中の12時だった。ずいぶん長いしましたね。うん、でもそれだけね、そう、いろんな話をしてくれたんです。うーん、で僕もその青い諏訪の会の中のことは、もう当時は割と知ってたから、いろんな疑問をね、それぞれぶつけてみたんですね。そしたら全部答えてくれたんです。全部その納得いく答えが返ってきて、それから僕はその人とよく連絡を取るようになって、はいはいはい、まあその人が言ってくれたんですけど、僕はそのこれからどうしましょうかって言った時に、まあ働くのもいいでしょう、大学行くのもいいでしょう、あなたの人生なんだから、あなたしか主人公にはなれませんよって言ってくれたんですね。それで、その方はまた大学卒業するときも同じように人生相談をしてくれたんですね。そうなんですね。じゃあ、そのエスカレーター式でその大学の方に、行くことができないっていう状況がその、あった中で、その進路の方をどうしようかとか、そういう話も相談されたりしたっていう。しました。ですね。それでうちの親は、おふくろの方は、別に大学行くことに関しては何もなかったんですけど、親父の方がね、すごく反対で、障害者に別に大学での資格なんかいらんだろうって、お前には金出さないからなって言われたんですね。いや、でもね、ここまでその頑張ってるコモちゃんを見てても、やっぱりそういうちょっとね、偏った考えみたいのがやっぱりその、世間一般的にあったっていうことなんでしょうね。そうですよね。だけど僕はお金のことにはあんない楽観的だったんですよね。だから僕は高校の時もう日本帰ってきてすぐに翻訳のアルバイトを始めたんですよ。すごいですね。それって結構そんな楽観的になれるほどの収入になってたってことで。なったんだ。なったんだ。おそらく私が自分で今自由になるお金よりももっと思ってたと思います。そんなにですか？じゃあもう何？普通に生活できちゃうぐらいっていう。すごいですね。
だから私が、うん、それを見てた親父が、お前はじゃあ、生活費を入れろって言いなさい。聞いた、一体そっち、今度そっちになっちゃったんですか？そっちになった。もう、もらうっていうか、払ってもらうっていう立場じゃなくて、生活費を入れないといけない人になっちゃったんですか？でもそれ入れて、まだ学費出せるがありましたから。すごいですね。お家にお金を入れてさらに学費も自分で出せるほどの収入。まあ、すごいですね。私が受けた大学は早稲田なんですけど、うんうん、早稲田って当時すごく学費安かったんですよ。あ、そうなんですね。6大学のうち一番安かったのが早稲田です。そうな、でも別にそれを理由に選んだってわけではない。違います。ですよね。うん、私は早稲田に入りたかった。入りたかったんですね。なんかその入りたかった理由とかってあるんですか？あります。まず私はマルクス経済学っていうものを勉強したかったんですね。マルクス経済学、はい、うんうん、ソ連で育ったってことはソ連の体制を知ってないといけないと思ったんですよね。あ、それにはマルクス経済学が絶対必要だろうと、うん、それからもう一つの理由は私の母方の祖父が早稲田だったんです。あ、そうなんですね。じゃあなんとなく親しみがあるような。そうです、うん、じいちゃんは私にはものすごく優しかったから。あ、そっかそっか、そういうね、そう、そっかそっか。このじいちゃんは私に名付け親なんです、うん、じゃあ一生懸命頑張ってその早稲田に入れたですよね。で、じゃあちょっとコモちゃんのこの勇ましい留学した時の写真でも見てみましょうか。はい。よいしょ。あ、なんかちょっとあれですよ、大人びた顔してね、なんかちょっとはにかんだような。うん、これなんか、あれ、これは入学の日ってことですか？入学の日ではないのか。これ入学式の時はそれが入学式って言ってたのね、これ。あ、まあまあそうですよね、そっかそっか。確かに確かに。次の日ですね。これ授業登録の日ですね。はい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 。経済学部ってことですよね。小学部です。あ、小学部ってことなんですか。そっか。そしてじゃん、お酒飲んでますよ。はい。もう、あ、まあでもモスクワでも飲んでましたもんね。モスクワでももう飲んでましたから、ね、この時って何歳だろう。これが19の終わりぐらいですね。19の終わりぐらい。もうお友達も同じぐらいかな。そう、年は同じ。どうするのか、うん、本当は先に卒業してるはずだったんですよ。はいはい。この人、留年したんです。あ、留年しちゃったんですね。で、この人は本当は兄の友達なんですよ。で、この人に僕はロシア語を教えることになったんです。ロシア語を学びたいっていうふうに言って来たんですか？就職のためにロシア語を身につけたいって。そっか、やっぱりじゃあコモちゃんがそうやっていっぱい稼いでるのをお兄ちゃんから聞いてたからとかそういうのもあるんですかね。まあ、ロシア語は使えるって、うん、そうですね。この、うん、貿易会社に入りましたから。おお、素晴らしいじゃないですか。まあ、そのこの人ね、今、全日空の系列のエアアジアジャパンっていう航空会社の社長さんです。
すごいですね。すごい出世した感じなんですね。じゃあ今も活躍されてるんですか？今も活躍してみたですね。時々ネットには出てきますね。へー、すごい。こんな写真も出てきましたよ。で、ここは、これは1年の時に、うん、クラスが一緒になったやつが初めてうちに来た時。あ、コモちゃんのお家に来たんですか？はい、へぇ。大学ではコモちゃんどんな生活をしてたんですか？まあ、普通の大学生ですかね。毎晩コンパコンパで。みんな来る、開けくれて、うん、遊び歩いて。そっか。でも1年の時にはやっぱり授業がいっぱいありますから、うん、真面目に学校には行ってますよね。うん、あれ、ちょっと待って、私全然全く関係ないことに気がついたんですけど、はい、聞いてもいいですか？いいですよ。コモちゃん歯きれいになってません？そうだね、この時はね、ブリーチが、変なブリーチを入れられちゃって。うん。あ、金属が入ってるってこと？金属が入ってる。入ってて、その矯正みたいな感じでしてたんですか？そうです。あ、そういうことか。あ、じゃあ、取り外しのできる金属だなんですか、これって。いや。この後、割とすぐに、うん、世界観に。へぇー。そうなんですね。それまでは、ブリッジかけるのに保険が使えなかったので、ここに使えるようになったんですね。うん、で、僕は白いのに変えたって。あ、そういうことか。はい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 。金属をその虫歯治療とかのあれで、その金属のあれ治療のやつじゃなくって、白の今主流というかのやつですね。ごめんなさい、すごいなんかそれちゃった話が。すいません。いや、この頃僕は刺繍愛って呼ばれてましたね。何？獅子舞。獅子舞？うん。獅子舞ってそうなってましたっけ？なんかギラギラに光るでしょ。はい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 。獅子舞って言われてましたね。いいな、この笑顔。このまたあれですね、日本帰ってきてからもやっぱりギターを片手に、そうです。みんなに披露してたんですね。これは弾いてるところたまたま撮られたんですね。なんかいいアングルですね。そのなんだろう、その小学部のお友達とだいたいいつもその学生生活を楽しんでたような感じなんですか？早稲田ってところは、まあ試験受かれば誰でも入っていいよって言われたよね。うん、別に車椅子だと何だと構わないしねって言われたんですよ。うん、ところが何もないわけですよ。すごく何もなかった。うん、建物も古いしね。何もできないけど、じゃあ、友達と一緒の授業を取らせてあげる。うん、僕と一緒だと、要するに簡単に授業登録ができるわけですよ。あ、どういうことですか？人気のある科目っていうのは、そこに人が殺到するんですね。うん、はい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 。だから、抽選かなんかで、授業登録があるんですけど。うん、僕と一緒だと、僕がこれとこれとこれって言って、選べる権利があったんです。なんでなんで、なんか、
なんかそのなんかあの行きやすい場所、あ、そういうことか、うん、はいはいはい、でコモちゃんをサポートする人ですみたいな感じで一緒に入り込むってことですね。そしたら5人いればいい感じなのに、いつの間にか17人いたわけ全部いっぱい集まりましたね結構それで、ね、みんな得してるんです、ね、そっか、得したし、コモちゃんも周りにお友達がいっぱいいるからなんかワイワイしてて楽しいですね。うん、あのまあその中には事業登録の時だけにしか来なかったと言うけどね。そうなんですでもそれその時だけ来てもうダメですよね、やっぱりダメ、ダメですよね、取れないですよね。うん、そのあれ大学とかだと結構あの他の大学とか周りにあったりするとあの遠征してたりするじゃないですか、結構そ う, です、ね、そういうことも楽しみました。そうですね、あの早稲田と一番仲のいい女子大学が、うん、本所でしょ、うんうん、日本女子大、はいはいはい、そこまで歩いてったり、あるいは武蔵野かどこかに東京女子だってありますよね。はいはいはい、あそこの学祭にもそんなとこまで結構遠くまで行きましたね。行きました。わざわざ電車に乗って。そうなんです。元気だな。だってあの早稲田って、ね、女の子いないんですよ、うん、なんとなくちょっと硬そうね、いたとしても少しね、なんとなく硬そうなイメージありますね。昔はバンカラ学校だったから、うん、いわゆる下駄履いてね、手にぶら下げてるとそんな学校だったんで、うん、そうでね、僕入った学年が1学年だけですよ、1学年だけで、うん、1800人ぐらいいたんで、はいはいはい、その中で女の子たったの7人ですか。7人は少なすぎますね。うん、少ないです。もうあれですね、もうじゃあどんなにおへちゃだったとしてもモテそうですね。モテたと思いますよ、ね、きっとすごいいい条件の人をゲットできたでしょうね、きっとね。そう、うん、そっか、説明前はね、もう争奪戦だったんじゃない。争奪戦でしょうね。そっか、そういう意味でやっぱりそういう学校を狙うっていうのもありなわけですね。ある何を聞いて、はあ、コモちゃん、あとなんか学生時代楽しかったこととかありますか。学生時代、やっぱり僕は早稲田っていう場所が好きでしたね。あの早稲田っていう大学の中の場所が好きでしたね。場所がね、うん、ものすごい自由な雰囲気なんですよ。はい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 、何やってもいいんです。でまあ確かに当時はほら学生運動の名残があったから、なんかこう、ね、覚醒器であちこちのセクトのやつらが怒鳴り合ったりしてるんですけど、うん、まあ、それもね、大学らしくていいなと思ってたんですよね。そっかそっか、うん、でもなんとなくちょっと怖い感じですよね。いや、怖くはない。怖くないんですね。僕ら何もしなければ、うん、もう何もしませんから。勧誘された時に、まあ、しっかりしてないと、うん、すぐ何かに巻き込まれたという恐れはあったかな。ちなみにあれですか、その高校の時にその青い芝の会のそのあれ、はい、のかちょっと関わりが出て、大学入ってからはもうあんまり。長く入ってからは僕は直接もう、うん、あの当時は横浜の支部だったかな、横浜青島の子。へえ。
連絡取るように言われて、うん、そしたら行かずに取ってみたら、何かすぐに電話かけてみたら、うん、で、いろんなボランティアとか集めて、うん、いわゆる自立生活をしたい人の手伝いなんないかって言われて、はい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 、まあ、当時は会ったこともない、まあ伝説の人だったけど、横田さんとかね、そういった人とも、そばにいたらしくて、アルファが、アルファがすごい目の前で、なんか耳が、かわいいですね。このね、アルファちゃん、あれ、先週でしたっけ、くもちゃん、開発。ね。コモちゃんのその車の名前に合わせて名前をつけたんですよね。あ、車じゃなかったでしたっけ？あ、ちょっと、たまたま。あ、たまたま？うん。それで、自立生活のしたいという、その、施設から出たいという人。人にはどこで住むかとか、うん、何人ぐらいそのボランティア必要なのかとか、うん、どんな障害があるのかってことを、まあ、僕があちこち行って聞いて回る、まあ、聞き取りをするっていうね、うん、役割を仰せつかった。へえ、すごいですね。じゃあ、まあ、その時に僕は大学入ってすぐに車の免許を取ったんですよ。はい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 。はい、じゃあ車で移動して。まあ、この車の免許もね、当時はその公認の教習所では取れなくて、うん、必ず警察行かないといけなかったんですよ。へえ。すごい厳しかったですよ。うん、試験の時は隣に座るのは教官じゃないですからね。警察官です。警察官が見守る中、あれですか、その仮面じゃないけどやったり。警察官が採点するんですよ。そうなの。ドキドキしちゃいますね、そんなね。すごい緊張しましたよ。緊張しますよね。まあ、おかげさまでね、でもああいう時期がああいうことでもない限り、やっぱり運転うまくならなかったと思います。そっかそっか、その緊張感が良かったのかもしれない、うん、僕は4回ぐらい落ちてるんですね。ああ、そうなんですね。あとよく頑張りましたね。それで最後に落ちたのはね、スッとこう歩道につけるんだけど、うん、あ、お尻ね、あと 5センチ足りねえよって言われて。え、結構厳しいですね。厳しかったですよ。え、それ誰でもそんなに厳しいんですか？いや、それ当時は小学生に取らせたくないっていう。あ、そういうのがあったんですね。で、僕はそれ分かってるんだけど、うん、ちょっといいになってますね。はいはいはい、もう絶対取ってやるっていう思いですよね。絶対取ってやる、うん、もう意地でも取ってやりたい感じですよね、そこまで来たらね。そこまで来たら、うん、だってこっちはもう練習させてもらう車を借りて、うん、お金がかかってるのにそんなところで落ちられるかと思ってたよね。うん、そっかもちろん車の教習だって自分でお金出してるわけですよね。そう。え、じゃあ、大学時代もその通訳、あ、翻訳の仕事して、うんうん、で、その障害者団体のそのお手伝いもして、で、学生もして、大忙しいじゃないですか。忙しかった。ちゃんと単位取れました？
取れました。おかげさん取れました。素晴らしい。でもちゃんとうちに当時、ね、成績を残ってるんですけどね。うん。これは女房が見てて、あなた点数がいいのは語学系だけじゃないって言われちゃって。まあ語学系はね得意中の得意ですよね。え、でもあれですよね、数学とかもすごい。いや、あの高校の時とかは。いや、そういう数学系の科目なかった、取らなかったんですね。そうなんですね。一般教養ではまあ生物学とか取りましたけど。うんうんうん。まあ数学は取ってないですね。そっかそっかそっか。そうなんですね。あとは何かあれですか、学生時代の思い出みたいなのって他にあります？あ、てかその障害者のその施設でその過ごしてた方をその、はい、あの一般の生活できるところにそのなんていうんだろう、ナビゲートするじゃないけど、そうするため の、 そのお手伝いをしてたっていうの で、 そ、 う、ね、それ叶えることができた人とかいたんですか？僕がやったら十何人やりましたけど。あ、そんなに。あ、へえ。あの、まあそのうち8人ぐらい、まあ、外に出たんですけど、うん、外に出た8人のうち3人ぐらいはまた施設に戻っちゃいました。あ、そっかそっか。やっぱり外に出てみたけど、うん、やっぱり大変大変だったっていうのもあるんでしょうね、うん、きっとね。辛かったらしい。うん、やっぱりそのなんだろう、ある意味ね、施設にいるってことは守られた空間の中で過ごしてて、 で、それがまあなんだろう、自由はあるけど何でも自分でやらないといけないっていう状況になると大変すぎたってことなんですかね。あとボランティアさんとか、うん、近所の介助に来てくれる人と、うん、喧嘩しちゃうんですよね。ああ、それはどういう理由？だからあれをやってほしい、これをやってほしいっていう指示を自分で出さないといけないでしょ。うん、施設に今までいたから、うん、そういう指示の出し方分かんないわけですよ。そっか、もう時間になればこれがやるとかそういうふうになってたところが、 その自分でその指示を出す能力がない人はそれが難しいってことってことですか？あとお茶一杯入れてくれって言ったのね、うん、それって濃かったり薄かったり、うん、ほうじ茶だったり煎茶だったりするわけでしょ。はいはいはい。だけど自分でちゃんと言ってはいいわけでしょ。うん、今はほうじ茶が飲みたいとかね、うんうん、でもまあ施設にいれば同じお茶が出てくるわけですよね。あ、言わなくてもそうですよね。うん、うん、そうすると普通の生活始めちゃうとお茶出してくれって入って出したら、なんで煎茶じゃないんだってことで。ああ、そっかそっか。ま、あれ、ちなみにそのボランティアの人っていうのは本当にボランティアなんですか？本当にボランティアです。いや、それはそっか。結構あれですよね、あの完全ボランティアでやっぱりそういうなんだろう、お手伝いっていうか支援に入るのって結構厳しいものがありますよね。厳しいと思いますよ。うん、だけど僕は見てて思ったのは、そういう人たちは本当によくやってくれたなと思うんですよ。うん、はい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 。そっかそっか。なんかあの前に高浜さんのお話かな、うん、ね、高浜さんも前そういうことやられてたって言ってましたよね。そういえば、そっかそっかそっか。そこからその優勝のその支援者となるところの移行の段階を知ってる人みたいな
お話でしたもんね、そういえば。そっか、じゃあ本当に完全にボランティアで、そういうそのなんだろう、まあ、お仕事としてではなくて、本当にただの志だけでっていう感じでやっね。だけどまあ今といいところもあれば、今と比べていいところもあるんですよ。うん、あ、そうなんですね。そういうのはね、ボランティアですから、うん、言いたいことが言えるんです。あ、そっか、相手がね。はい。うん、そっかそっかそっか。で、お互いに議論し合えるんですね。対等な関係ってことですね。それが一番、対等っていうのが一番大事なことだと、うん。はいはいはい。で、お互いに議論し合って、お互いに、まあ、怒鳴り合って、うん、で、まあ、議論というよりはもう怒鳴り合いですよね。いや、でも大変、もう疲れちゃうな。もうそれに付き合ってるのがものすごく疲れました。疲れますよ。やだ、私もなんかそういう感じでだとしたら、うん、ちょっと疲れちゃうなと思って、なんかある意味そのなんて言うんだろうな、今ってやってあげる立場っていう感じで、うん、例えば訪問とかに行くんだとしたら、うん、いいけど、向こうからもバッて言われて、こっちも言い返さないといけないみたいな感じになったら、もう疲れちゃって支援入れなくなりそうって今。今はそう思うかもしれない。昔はやっぱりそうやって、うん、信じてることが同じだから、うん、向こうを障害者 の生活が良くなるように願ってくれてるわけですよ。はいはいはい。で、障害者もそうなると、うん、いや同じなんだから、もうちょっとお互いに歩み寄ろうよ。はいはいはい。歩みやる、うんうん、そんな気持ちが強かったからね。うん、そっかそっかそっか。でもその過程ではやっぱり聞いてるのが辛かった。確かにね。そのまあある意味だから、こまちゃんはそのなんだろう、間に入るようなところもあったわけですもんね。うん、よくやりましたね、学生の立場でそんな大変なボランティア。うん、結局自分がやらないとやる人になるって言われたんで、うん、まあしょうがない、付き合うかみたいな。いやー、でもすごい、それって多分でもその経験って後々もね、すごい生きそうですよね。なんかその人と人とをつながないといけないとかね、うん、まあ会社始めた時に、ね、やるんだと思いましたよ。すごいすごい。世界観が全然違う人たちを、うんうんうん、同じ会社の一員として結びつけていくっていう、その時の経験ですね。うん、そっか。ただ大学時代やっぱり終わりに近づいてくると自分の人が生まれるの、うん、うん、どんな、うん、もう就職終わりしたけど一切でもダメだったぞ。就職ですか、うん、はいはいはい。38は受けたかな。うん、それはもう通訳とか翻訳とかとは全く関係ないお仕事。全く関係ない。まあロシア語を選べるのに、例えば商社だとか、はい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 、あるいは出版社だとかというところを狙っていったんだけど、うん、まあ全くダメでしたね。それはやっぱりまたその障害者だからっていう理由とかもあった。障害者が一番大きな理由でしたね。でもまあそんなもんかなって最後に諦めました。受け入れられる環境がまだ整ってなかったっていうのもあるんですかね。ありますあります。うん、そっかそっか。で、就職、その30いくつ、その、ダメだった時、うん、どういう道を。もうね、一番最後の
会社が、うん、実は福祉機器の会社だったんです。はいはいはい。福祉機器の会社なのに入らんのかって言って本当に落ち込みましたよ。でね、落ち込んでもうフラフラしちゃって、まっすぐもう歩けなかった。もともと歩けないけどね。でも、もっと歩けなくなったと。で、お医者さん行ったら、お前なんか血圧がやけに低いぞって言われて。70、90しかなかったから。何が起きたんですか、その時体に。それね、なんか自律神経がおかしくなっちゃった。ああ、そういうことか、そういうことか。ちょっとダメージを受けすぎちゃったわけですね。じゃあ、まあ、でも。その時にまた、二日市さんとか、ね。はいはい。また二日市さん。二日市さん、はい。あの、高校受験の時に、あ、高校受験じゃない、大学受験の時に会いに行った、キヌタでしたっけ。その時は奥さんが一緒にいて、奥様が政治作家だったのね。あの、三木悦子さんっていう。はいはい、作家さんですか。政治作家ですね。政治作家、江戸川乱歩賞を取った。へえ。で、また12時までお邪魔しちゃった。また長いしたわけですね。で、いっぱいお話聞いてもらって、またいいアドバイスをもらえたんですか？二日市さん自身が弟は翻訳やってた人なんですよ。あとになったら、もう小説家になりましたけど、当時はまだ翻訳業で。じゃあ僕には言葉っていう強い強みがあるんだから、別に会社って俺にしがみつかなくてもいいんじゃないっていう話をしてくれたんです。そっかそっかそっか。まあ、そうですよね。だってコモちゃんだってバイトでだってそんだけ稼いでるわけだし。で、その時もバッと思ってたよ。俺って今までだって翻訳で食ってきたわけだから。そうですよね。それをもうちょっと大幅、大規模にやればいいだけだよ。っていうふうに、ひらめいたわけですね。ひらめいた。そっかそっか。じゃあ、またその二日市さんに会ったことで、ちょっと次の道が開ける感じ。があったわけですね。もう一つ元気もらいましたね。ちなみにその二日市さんは、はい、あれ、二日市さんって健常の方ですか？いや、脳性麻痺。あ、脳性麻痺なんですね。脳性麻痺の青い芝の会の方。そっかそっか。青い芝の会に関わってる人は、はい、メインで動いてる人はみんな脳性麻痺。脳性麻痺です。そっかそっかそっか。そこのその青い芝の会をその始めたところの方の一人っていう。その保険の一人だったんです。そっかそっかそっか。でも例えば、まあ青い芝の会の障害者は働くなかったけど、いろんなこと分かりにくいことをいっぱい言ってたんだけど、はいはいはい、一回さんの頭を通して返してもらうと全部わかるんですよ。二日市さんはでもあれですね、その、まあ、青い芝の会は障害者は働かなくていいんだみたいな、青い芝自体の考えはそうだけど、二日市さんはコモちゃんに対して、その別に働いてもいいんだから、あなたの人生だからあなたが決めなさいって、そっか。でもそれが一番ですよね。自分がやりたいことをね、進めていって。
だってこれで働かない道を選んだって全然そのね、生きがいなんかを感じることができなかったかもしれないですもんね。僕はあの、うん、青島の会のそういう主張で意味はよくわかるんです、うん、わかるんですけど、自分の人生の中では僕は働きたかった、うん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 、だからその働きたいという気持ちの方が人間は大事だと思うんですよね、うん、確かに確かに、生きがいを見つけてね、うんうん、目標もできるし、うん、うん、そっか。じゃあ次のあの回の時は第4回ではそのお仕事のあの、うん、なんだろう、なある意味あの起業するわけですよね、はい、そのあたりの話を第4回ではちょっと聞いていきたいなと思います。わかりました。はい、でですね、ではあと今3時35分になったので、ここからはあのご参加してくださっている方からあの質問をいただくような時間を持ちたいなと思っています。でですね、今チャットの方に川久保さんが入れてくださったんですけども、質問箱っていうのをですね URL でこうやって出してくださっているので、あの今お顔出しして質問するのが難しいなっていう方はこちらの質問箱のコーナーの方からあの内容を入れてくださっても結構ですし、今あの顔出してくださってる方たちはこのまま生の声をね、私とコモちゃんにあのいただきたいなと思うんですけれども、今日もですねいろんな方が見に来てくださってますよ、コモちゃん。はいはい、うん、もう手上がりましたよ。もうまた大物来ました、大物。あのね、コモちゃんね、さっき青い芝の伝説の人って、はい、あれ横塚さんのこと言ったの？横塚浩一さんね。はい。それですよね。そうです。はいはい、すごい。あ、さすが浅野先生。あのこれが出るんじゃないかなと思って今用意したんですけど。おこれこの台がすごいでしょ、皆さん見えます？うん、恐ろしいですね。母を殺すなってね、うん、これさっきちょっと言ったあの横浜市で脳性麻痺のお子さん2人持ってるお母さんがその人の1人を殺したっていう時に、うん、一般の人からはそのお母さんに対する減刑嘆願運動っていうのが起きたんですね、うん、このこれ殺したけど、まあ殺人なんだけど、あのこんな障害児を抱えていてもうそれはかわいそうじゃないかっていうことで減刑嘆願運動起きたらば、この横塚浩一さんたちは、うん、そのじゃあ自分たちはじゃあ殺されてもいい人間なのかと、うん、いうことであのこういう、まあ、母を殺すなっていうあの本まで書いて運動を続けたんですね。なんか質問って言いながら私が説明してるようなもんですけど、いやいや、もう一つですね、あとあの、うん、ちょっといい話だったのは、障害者に対して重い障害者の人が自立生活してるときにボランティアで行く人、それからその有償で行く人で、コモちゃんはボランティアで行く人の方がいいっていうか、その関係がね対等だし、すごくいい言葉は同じ方向を向いてると、はい、障害あの自立生活したいという人と、またしかもそれを支えたいというボランティア、同じ方向を向いてるから、はい、言い合いになってもそれはあの正しい方向性は見つけられるっていうんで、それ喧嘩じゃないっていうようなことね。はい、はい、で それでまたこっちから言ったのは、あのコモちゃんは、鹿の安明って知ってます？鹿の安明、あの筋肉ストロフィーで札幌で、それで、あの、はい、これね、こんな夜更けに、今日は、ああ、それは知ってます。これね、これの主人公、鹿野康明。はい。うん。これが、まさに、あの、すごいわがままな障害者なんですね。はい。あれしろ、これしろと。うん。なんだったら、もう来なくていいとかって、その、鹿野の方がボランティアを叱りつけるっていうようなこと。それでも、ボランティアは来るんですね。こんな関係がいいなと思いながら、はい、ついでにこんな夜更けにバナナかよっていうのは映画になりました。なりましたね。そうです、今晩夜9時から日本テレビだと思いましたけど、これの映画があります。
え、そうなんですか。今晩9時ぜひ見てください。じゃあ見てみたい。でこの下の安田明がその住んでたところっていうのは札幌市のケア付き住宅っていうところなんですけども、そのケア付き住宅っていうのは私当時北海道庁にいたので、私と幼い美智子が一緒に作ったケア付き住宅。さすが。の話なんです。幼い美智子さん。幼い美智子さんです。ね。知ってるでしょ。知ってます。当然仲間でしょ。ある意味。ね。ねえ。うん。え、くまちゃんお会いしたことあるんですか。まあちょこっとね。あの、うん、僕は多分覚えてないと僕は思ってます。そう。私はあのもうあの終生もうこの30年代のと友達ですから。うんね、で親友ですね親友。そう。幼い美智子の方は私と浅野さんはルミエとロミオとジュリエットって言うんですよ勝手に。はい。ロミオなんですね。そういう中の今あの純愛ですけどね。はい、全然質問にも今日はなんなかったけど、でもね、あの特に青い芝の会との関わりっていうのは私にとってはすごく面白い話でした。ありがとう。そうだそうだ、あのこの間あの浅野先生がくもちゃんに歌歌ってっていう風に言ってくれてたと思うんですけど、できてますか。いや、それであのそうじゃないの、うん、ちょっと生でやるのは結構難しいっていうことだったので、でレコードしてくれたんですね。うん。で今ちょっと流してもいいですか。流してくださいよ。はい、まずこの歌の説明をしますね。あ、はいはいはい。この今からお聞きいただく歌はこれはね、実はあのお誕生日の時に必ず歌なんです。日本で言うとハッピーバースデートゥーユーなんです。全然イメージは違うかもしれないけど、誕生日のおめでたい歌なんですよ。それは何、ロシア語で？ロシア語です。ロシア語でね。おお、すごい。見たい見たい。奥さんがピアノの伴奏して くださったんですよね。あって一緒に歌ってくれて、あれちょっと待って待って、今で映ってますこれ。はいはい、来ますよ。ピちょっと音が小さいかな。あ、音聞こえないかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って、もう一回共有し直していいですか。音がちっちゃいのか。よいしょ。ピッ。
久しぶりでいるてけらがある久しぶりに全然にてけらがあるお疲れ様でございました。いいですね、いいですね。素敵素敵。あの奥様がそのロシア語喋れるんですか？いやあのね。うん。妻とは15年ぐらい前に知り合ったんですけど。はいはいはい。その時僕がロシア語の翻訳者だってことを。うんうん、ここに伝えたらなんか急にロシア語を勉強し始めた。そうなんだそうなんだ。じゃああれだ、どちらの歌をなんか真っ先に覚えたらしいですね。うん、でもそれだけだからね、そのつながりたかったんですよね。まあそうかな。うん、今ロシア語全部向こう忘れてるみたいやでもね、それだけの魅力がね、こもちゃんにあったってことですよね。今もありますけどね。なんか女房あったっていうとなんか過去みたいな感じで。女房にだけはなんかすごく向いてますわ。いや、女房にだけじゃないんじゃないですか。そっか。じゃあ、浅野先生どうでした？今の歌、良かったですよね。ああ、良かった良かった。あれね。なんて言うんだろう、やっぱりちょっと、脳性麻痺の人の歌っていうことで、むしろ不思議な魅力がありましたね。本当本当、この歌とはちょっと違うね。わかりますわかりますね。なんかありますよね、そういうのって。当てられたついでに、さっきあれ仁木悦子さんのこと言ってませんでした？はい、言ってました。あ、この猫いるけどね、あのそれが猫は知っていたっていう、あの小説ですよね。江戸川乱歩賞を取ったね。江戸川乱歩賞。関取カリエスじゃなかったですか？そうです。ね、関取カリエスって、まあ、ほとんど寝たきりの仁木悦子さんっていう人が推理作家で、あの猫は知っていたという小説で、あの江戸川乱歩賞っていうのを取った。うん、そう、何でも知ってますよ、佐野先生。何でも知ってるんですよ、聞いてください。すごい。なで、浅野先生もいつも出てほしい。いつも出てますけどね。じゃあ、あの、じゃ他の方の意見も、あの、ご質問とかも聞いてみたいと思いますけれども、なんかチャットとかに来てますかね？どうでしょう、どうでしょう。僕も毎回出てるから佐藤進に聞いて。進さん、進さん、またいいですか、呼んじゃって。絶対なんか言うから。佐藤さん、ミュートになっちゃしまっているんですけども。ミュートだよ。今日いかがでした？はい。前回はちょっと聞けなかったんですけど、初回からいつもバックにゲバラがいるのが気になってて、いつからゲバラなんですか、コモちゃんは。ゲバラは僕は、そうですね、高校ぐらいからかな。ああ、いや、随分年季が入ってますね。入ってます。あと、面白いですね。いつからゲバラなんですかっていう質問の仕方が。ゲバラは何回かブームが来て、僕ら学生時代は、あのゲバラだったんです。ゲバラだったっていうか、ゲバラは英雄の一人だったんだけど、その後進さんは、はい、僕はゲバラじゃなくてゲバラだったでしょ。ゲバラ、ゲバラ、ゲバラの日記っていうの書いてたじゃないですか。ねえ。まあでもそう、まあそうですけども、でね、その後彼はボリビアで殺されるんですよね。はい、でまた一回ブームが来て、
でしばらく、まあ、地味にあれだったんだけど、10年も経たないけど、数年前にあの映画でゲバラを主人公にして、ゲバラの青春時代と死に様と描くのがあってね、またあのワッとゲバラになるんだけど、まあ、あの我々若い頃、まさに学生運動全共闘世代としては、うん、ゲバラはあの永遠の人みたいで、そのコモちゃんの後ろにいつもゲバラがいるのが最初から気になってたんですけど、ね、顔似てるよね。え、顔似てる。そう、似てますよね。ああ、そのゲバラがかぶってた帽子のようなものをかぶってるから余計に、そう、あの彫りの濃さみたいなところとか、そう、もともとのだからパーツが似てだから私好きなのかなって思ってたんで、そういう問題じゃないですよ、ね。そこで告白しないでください。あのそれとあと、あ、好きっていうのはそのゲバラのことをコモちゃんが好きっていう。あ、そういう意味か。そうそう。それとね、今ちょっとさっきの浅野さんが出した母を殺すなって横塚さんの、まあ、この人も障害者、日本の障害者のことを語る上では欠かせない歴史的な人物の人。一人だと思うんですけども、あの僕は実はその高校時代に障害の問題にちょっとあの関心があったっていうか心が触れたのは、やっぱあの母親による子供殺しで、はい、裁判の時にその嘆願書が出るわけですよね、はい、で、世間の、まあ、いわば世論は一生懸命子供を育てたけども、この先子供と一緒に生きていく自信を失ったのは社会が悪いんだということで、まあ、あの社会全般の問題に還元しようっていうのが、まあ、なんていうか当時の知識層の共通認識のような、うん、ところが、あの母を殺すなっていうことで、あの青島の会は親は第一の敵だっていうふうに主張し始めるんですね。それは単に殺すなではなくて、自分たちの自立も阻害する、あの自分たちが抱え込んで自分たちの価値観の中で子供を育てようとする、はい、それからそれに耐えきれない人は施設の中に子供を委ねてしまってという、まあ、いろんな意味でね、自分の人生を奪っていくっていうことで、まあ、あのラジカルだった、すごくラジカルだったんです。で具体的な運動としては川崎バス闘争って言って、車椅子でバスの停留所で待っててバスに乗せろっていうのでバスを止めてしまうんですよね。で僕はもうその頃すでにこの業界で、実はあの高校時代そうは思ったんだけど、結局大学の時に学生運動に関わってやっぱり出口、自分の青春の出口が障害者問題っていうことを思い出して、うん、関わるようになったんだけども、関わり始めるとね、ああいう青芝の会のようにバスを止めて多くの人たちも巻き込んでねやる運動っていうのは、うん、かえって孤立するから戦術としては過激すぎるっていうふうに思ってたんですよ、はい、だけどずっとその後の経過の中でやっぱああいう闘争を踏まえたからこそ、今路線バスのほとんどは提唱者に代わって車椅子でどんどん乗り込めるようになっていきますよ ね、 そうですね。だからどっかで突出して過激化したっていう運動、うん、まあ、つまりゲバラもキューバも落ち着いたと、だからキューバを出て南米のまだアメリカ帝国主義によって虐げられている国々を解放して歩くんだって旅に出て殺されてしまうわけだけども、いわばそういう過激思想っていうのが、あのこの年になるとますますね、もう自分は後がないと思うと、もう最後に爆弾でも持ってどっかに飛び込もうかっていう、だからああいう形っていうのはね、長い歴史の中ではいろんな評価
その同時代的にはね、あんな過激なことやったってついてこないだろうと思っても、長いスパンで見ると、うん、結局世の中そういうふうにだんだん動いていくっていうことを最近よく思うようになって、うん、ゴーちゃんのお話聞いててもね、ゲバラに触発されて、あの早稲田に入った時の話も面白いですよね。いいよ別に来てもって、どんどん入れてあるけど、その代わり何も面倒見ないよっていう大学の態度だけど、今はあのもう受験の段階からどこの大学でも基本的に、障害のある人の支援を どこまでやるかっていうこと、うん、相談までして、で、多くの大学ではもう障害学生の支援室を持って対応してるっていうことですけど、彼が受けた頃はね、入れないか、あるいは入ってもあとは自己責任で全部自分でやってくれっていう、もうその時代の違いもね感じました。でゲバラがチラ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 して、今日は楽しい回でした。ありがとうございました。ありがとうございました。そう、確かにそう、私もね、最初見た時ゲバラすごい気になって、何かな何かなって思いながらそう見てたんですけど、いや最近の若い人はこれを見て、うん、あのなんていうロック歌手に使っていいなんかそういう系のね、私もなんか何かなって思いながら、うん、いやちょっとでもあれですね、今の佐藤さんの話もすごい。ね、でもね、僕はね、あの、まあ、今、例えば大学受けてみたら、もうそういう障害学生のセンターがあったりして、まあ、相談に乗ってくれるというシステム化されてるよりも、僕の時代みたいに、いっぱい入ってこいよって、いっぱい入ってきたら、なんかできるから、みたいな方がね、僕は面白かったですね。仲間もいっぱい増えるしね。確かに確かに。いろんな人とね、つながることができそうですもんね。そうなんですよ。うん。そっか、ありがとうございました。ではですね、はい、じゃあそろそろね時間になってしまったので、はい、はい、じゃあ今日第3回目ということで、迷いと青い芝の会とコンパとっていう内容でね、あの学生時代のこといろいろお話を聞かせていただきましたね。なんかあの浅野先生と佐藤さんのお話もね、あのなんかああいう話聞くと もっとなんか深く聞いていきたくなっちゃいますけど、うん、またその青い芝の会のことでもまたこの会を設けたいなと思ってるので、その時また深くお話を、ね、うん、あの話していきましょうね。はい、ではですね、とそろそろですね、もうこの時間終わりになるので、次の回の予告ということで、あのお話をしていきたいと思ってるんですけれども、と、はい、第4回はですね、よいしょ、あれ今なんか変なのが出ちゃった。第4回は商売の、はい、そうですね、第4回は先ほどあの大学のそのなんだ4年生の時に就職活動を、まあ、30何社もしたけどちょっとダメだった。で、あの塚市さんに会ったことで起業しようっていうことを決めて、でそのあたりですね、どういうあの感じでそのお仕事を進めていくことになったかとか、あとはその起業する前に一度あれですよね、大学院に入ったりとかそういうこともあったんですよね。でそのあたりの話も次回の第4回で少しあのお話聞いていけたらなというふうに
思っています。はい、はい、ではですね、第4回のと来週また金曜日の2時半ですね、またこもちゃん TV にまたご参加してください、はい、ではこもちゃん皆さんにバイバイってしましょう。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。また来週待ってます。待ってます。